メタルギア、メタルギア、略称、MG は、1987年7月13日に、m s x 2用に発売された、ステルスゲーム、小島秀夫の監督デビュー作である。メタルギアシリーズの第一作、制作当時のアクションゲーム全般の傾向としては、装備や能力に物を言わせて、正面突破で敵を殲滅しながら、ゲームを進めるというものであったがこの作品は、 なるべく戦闘を回避しながら、敵から隠れながら進むのがテーマ。ソリッドスネークのフォックスハウンド隊員としての偉人となった事件、アウターヘーブン放棄を描く。2005年発売のプレイステーション利用ソフト、サブシスタンス、2007年のメタルギアソリッド320周年連価版の付録として、また2011年に PS3 と XBOX360。 2012年に PlayStation Vita で発売された HD エディションに MSX2 版を元にした復刻版が収録されている。また、2004年発売の Nintendo GameCube 用ソフト、雑印スネークの限定版、日本発売分のみにはファミコン移植版が添付されている。また、MSX 版は i r e v o Windows パソコン用や Wii のバーチャルコンソールで配信されている。 2008年、ステルス要素を完全に取り入れた最初のビデオゲームとして、ギーネス世界記録、ゲイマー、S エジション2008に認定された。軍事要塞ビルに潜入し、アイテムを収集しながら進み、破壊目標であるメタルギアを目指す。マップ移動は一画面ごとの切り替え式。アイテムや無線通信による仲間からの情報を活用しながらゲームを進める。 ライフがなくなると、ゲームオーバー。主人公はアイテムをほとんど何も持たない状態で、スタートし、アイテムや、銃器などの武器も、現地調達である。さらに、敵兵や監視カメラの視界に入ったり、発砲してその音を聞かれたりすると敵に発見され、その画面内にいる敵兵が襲いかけかかる上、場合によっては、画面外から敵兵が、次々と出現する。 そのため、敵兵に見つからずに潜入し、戦闘を避けて進むことが重要な要素となる。敵兵は、銃器で倒す以外にも、四角から敵兵に接近して、オーダーでも倒すことができ、特に銃器を入手するまでの序盤は、オーダーが唯一の敵兵を倒す手段になる。また、オーダーで倒すと敵兵が、レーションや銃弾などのアイテムを落とすことがある、MSX 版のみ。 敵兵の視界範囲は敵兵が向いている方向の真正面のみであり、移動アルゴリズムも画面ごとに一定。本作のみのシステムとして、ランクシステムが存在する。マップのどこかにいる捕虜と接触することにより、階級が徐々に上昇していき、これに伴ってナイフや所持銃弾の最大値が上昇していく。逆に捕虜を殺害すると低下する。 最大レベルでないとジェニファーとの通信が行えず、ロケットランチャー、コンパスが入手できないほか、メタルギア破壊に必要な数の爆薬を持てない。最大レベルへの到達がクリアの必須条件である。MSX 版の標準のセーブ機能は、カセットテープへのセーブのみである。コナミの新1倍カートリジを併用すれば、フロッピーディスクへのセーブ、どこでもセーブ機能が可能になる。 ファミコン版は、パスワード方式。1987年12月22日発売。FC、海外はネスへの移植は、FC 専業チームによって開発され、小島は全く関与していない。潜入方法、敵の配置、マップが、ほとんど MSX 版と異なり、タイトルにもなっている。肝心のメタルギアは、名前だけで、実際には登場しない、代わりに、 メタルギアとアウターヘブンを管理するスーパーコンピュータと対峙することになる。特に敵の配置はマップが切り替わった瞬間必ず見つかってしまうという致命的なミスが数箇所にわたって発生しており批判が強い。敵兵に見つかった時のがなくなったほか監視カメラに死角があるフライングアーミーが飛行しないなど難易度が下げられている。 小島は TGS の MGS 発売前トークショーであれはやらないでくださいと話し、ラジオでは僕が携わっていない FC 版メタルギアはふんですよ、ふんと発言している。北米向けにネス版だけのオリジナルの続編スネーク・エス・リベンジが制作される。開発は日本で行われたが、こちらも小島は全く関与していない。その後に 小島が書いた企画書をもとにメタルギアにソリッドスネークが制作される。ザ・ツイン・スネークスの GC 同コンバに特典としてファミコン版を完全移植した GC 用ディスクとして復刻されている。なお、復刻版は単体発売はなく非売品となっている。当初の企画ではバンバン敵を撃ちまくって進む的なゲームを目指すものだったが、 そもそも MSX にはゲーム機としての性能があまり高いものではなく、スプライト機能一つをとっても画面上に敵弾を多数表示できる性能ではないため、多数の処理を高速でこなさなくてはならないアクションゲームの開発はできなかった。しかしミリタリーアクションを作れと命じられていた監督の小島秀夫が戦闘シーンを作ることが困難なら、 戦闘シーンを回避すること自体をゲームにすればいいという逆転の発想をしたこと、敵からひたすら逃げ回る構想を経て、敵から隠れつつ進むという画期的なシステムが誕生することになった。ゲーム本、美食クラブバカゲー戦火外伝謎のゲーム魔境さん2002年、キルタイムコミュニケーションでは、個人的評価を70点、万100点とした上で、初代の時点では、 内容が斬新すぎたのか、まだあんまり話題になってなかった。ファミコン版も出てますが、断然この MSX 版の方が出来がいいですと、評している。ゲーム誌、ファミコン通信のクロスレビューでは、合計24点、万40点。ファミリーコンピュータマガジンの読者投票による、ゲーム通信簿での評価は18.19点、万30点。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。